長見ながらは、江戸時代前期の越前末平家一門。通称は大倉。越後騒動の中心人物の一人。通称の大倉による、長見太蔵の呼び名で知られる。寛永9年7月23日、元北の小藩主、松平忠直の三男として、文語国つもりの館にて誕生。幼名は、熊千代。母は、平賀二郎衛門の娘香る林院。 ただ直死去の翌年慶安4年4月21日、同母兄、松千代及び異母妹監視らと共に、越後国高田に移る。異母兄、松平三長から二千国が与えられて、長見を送らながらを名乗った。ながらの妹婿である、筆頭家老、小栗美香が行った、倉前制に反発し、両者の間に対立が生じた。遠方二年。 三長の着手綱剣が死去した。綱剣は、無ぐであり、三長も他に男子がいなかったため急ぎ、四継を決めねばならなくなった。小栗美正から重臣たちの表情により、長見万徳丸が三つ長の四継となった。ながらも四次候補の一人であったが恒例を理由に、候補から外された。万徳丸は元服して四大将軍、徳川家綱から返旗を賜り綱国と名乗った。 綱国が、四次と決まったが、家中では、三ま坂が、第六を四次にしようと企んでいるとの疑惑を持たれた。これに対して、自赤家老、おぎ田和ずら、半三ま坂派の重臣たちがながらを押し立てて、半死百九十名を救護を、遠方七年正月、ながららは三長に目通りして、同死百九十人の生死を差し出し、三ま坂の悪性を求断して、三ま坂の隠居を要求した。 優柔不断の三長は、押し方の強行さに押し切られて、三正かの隠居を命じる。三正かはやむなく隠居を願い出て、王六に家徳を譲るが、長がららは収まらずさらに騒ぎを大きくした。事態を収集できなくなった三正か、大老、坂井忠清に裁定を訴え出た。坂井忠清は両派に和解を申し渡すが、長がららは収まらず、ついに10月、幕府は、 ながらと、その一派を人心を惑わした罪で、大名家へのお預けの処分を下され、ながらも長州藩毛利家に預けられた。遠方8年5月、将軍、家綱が死去。古代将軍に就任した徳川綱吉は一連の騒動の再調査を命じた。最新は、同年12月に始まり、未まさや大名をお預けとなった、ながららに、江戸出府が命じられた。ながらは、 三坂と江戸で対決。長良は三坂の悪性と戦を言い立て、さらにこの第六を四次にしようと企てたと主張。三坂はこれらの攻撃に雄弁に反駁した。年を越して戦議は続いた。遠方9年6月、長良や三桜が江戸城に召喚され、将軍、綱吉の震災が行われた。短い執疑の後、綱吉は裁定を下した。 美政家府主は切腹、ながらも、主目と共に、八丈島に、流罪、高田藩は改役処分とされた。流人で諸子といえども、ながらは、刑府上は、徳川家康の断刑創尊にあたる人物であり、八丈島でも工具を受けたと言われている。だが、元禄十四年に道東を襲った飢饉は、流人を含めた島民の大半が死亡するという、歴史的な大飢饉であった。 このような島の事態の中で、ながらも、また食料を得ることができずに、金の詰まった染料箱を抱えながら、種目と共に合死したと言われている。ありがとうございます。